はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もブラックオプス3のマルチプレイで、エンバイアってことはこれあれじゃないか、ブラックオプス2のレイドのリメイクマップじゃないか。やっと引っかかってくれたからここでやっていこう。ぜひとも。で、今回もブラックジャックの前回ギャンブラー使ったんで、今回はローグを使います。で、まあ、ローグの説明については始まってからにしよう。で、これやっぱりあれだね。リメイクマップだ。レイドの。おっ、リッパー満載だ、敵。リッパー満載だが、パーティーかな？チームデスマッチ。さて、じゃあ、レザーバック使ってっか。これは、マップ。ああ、レイドだね、これ。レイドのこれ、奥側か。俺の邪魔をするな。やるべきことがある。回線若干悪いかな。攻撃開始だ。お、全然違う。左側から攻めよう。ね、富裕層がね、住むような、なんか、博物館っぽいマップになったんだ。無理だ。もう一回左から行こう。魔王の方が良かったかな。ちょっと敵が多い。真ん中激戦区。ちょっと一人も倒してない。ほい。おーっと。ゲイ。レンチか、今の。味方だ。こっちから来てるな。あー、ちょっと言い過ぎる。こっちから行こう。こちら。うわー、スナイパー。よくあんな近距離で当てれるな、スナイパーを。で、これはどこだ？あ、これ左側か。そい。味方がやったのか。やったっぽい。敵がどこから来るかよくわからない。こっち行こう。こっち味方がいるから大丈夫か。スナイパーがいる。で、下がる。リッパー と敵リッパー満載だからバンバン切られそうだな。味方が結構強い。ヘイ、リッパーゲット。ならリッパーでやり返したる。ヘイ、テンペストもゲット。これね、1回目だけは入れ替えることができるんだけど、ちょっと躊躇しちゃうな、これ。ケイ、わあ、くそ、ダメだった。ここで呼ぶか。あ、これはあれだ。ちょっとレイドとの比較をしてもどこどこだってちょっと言えないな、うまく。ケイパケ呼んで、どお、味方リッパー。ローリングサンダー。ローリングサンダーを、ここ、アシストで。敵がみんな室内に入ってった。1人キル。オッケー。2人ぐらいやったか。来ない。おっと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 。おわー、スナイパー。前後から来られるとどうしようもないんだけど。友軍タロン接近。味方タロン。あ、撃っちゃった。ゲイ。いる？リスポーンが変わったか。ゲイ、もう一人いる。ゲイ、テンペストゲット。問題はどこで使おうかな。これ後ろ取られるとちょっと怖いんだよな。使っちゃう。んっと、どあやられた。リッパーにはかなわない。で、こっちか、リスポーン。
アシスト。いない。たくさんいるぞ。で、引こう引こう引こう。大勢のとこに突っ込んでも勝てない。攻め続けろ。勝てるぞ。どー、そっちから来るかい。パーティーだから団体行動でもしてるのかな。友軍 HCXD 展開。待て、下がって HG が落ちてた。ん、なんだ、敵とぶつかってた。友軍 UAV 接近。えい、これマンウォーでしょ。これか HG。 待って、後ろから来てる。レンチ、アイアンジムか。ゲイ、あ、ここ入れるんだ。ん、味方やられ、向こう行った。もう一人いる。テンペストゲット、テンペスト発動。はい、おい、オッケー。こんな感じだね、エンパイア。今回初めてプレイしたけど。え、ローグもまあこんな感じで、ランダムのウェポンが手に入ります。まあ敵次第だね。何を期待していた？損切りできなきゃ大損するんだ。まあ喋る言葉もランダムと。じゃあ今回はこんなところで、エンパイアでした。はい、ご視聴ありがとうございました。